どうも、サクチャンネルの時間です。今日はね、急にこちら豊洲なんですけども、今日大勢が来ております。今日は今日何かと言いますと、まさかね、ちょっとファッションショーに呼んでいただきまして、出る側じゃなくてね、見る側なんですけど、この場所はね、ここが新豊洲ブリリアンランニングパーク。覚えた。なんかここランニングするとこなんですって。本当オリンピック用に作った、以前ね、YouTube 出ていただいた太陽氏だ、はい、2022 2022の、はい、SS の SS のコネクション、はい、全部教わってんじゃん。あくまでもお客さんとしてそっと見つめる、そっと見守る。今日の衣装です。レザーレザーいいっすね。結構すごくない？すごいすごいよ、ね、すごいっす、うん、後ろも可愛いっすね。パンツも、あ、パンツもシューズ味もそうですか。パンツもいいですか。ハイさんとこのパンツ、ね、超あったかに。さすがだよね。さすが。ちょっと今からリハーサルということで、ちょっと行ってみたいと思います。ちなみにこれバックヤードこんな感じです。今ちょうど皆さんね、モデル皆さんリハに行かれてて誰もいないので、ちょっと僕らもリハに行きたいと思います。交代ですね。正面です。こちらね、はい、ブリリアランニングスタジアム、はい、こちらで今日はランウェイを。すごいね、これね。どれぐらいあるんだろうね。 100m ぐらいあるのかな。そうですね、ちょうどあるじゃないですか。ちょうど、そうだよね。ここの一角をこうランウェイとして、その奥がメインで、でその奥がまたスタッフの方の控室ということでなっております。グイグイ入って何やってんですかって言ったら、マジでマジで吹っ飛ばされそうだからさ。それはやめよう。マジで怒られそうだから。あれ、やっと知り合いがいたね。いましたね。やっと見たことある人がね。はい、あ、手直しですね。はい、衣装直前で衣装の手直しされてらっしゃる場所です。すごいね、裏側です。怒らねえから大丈夫かな。すごい。どうなんですか、直前の感じって。ね、なんかすごい久しぶりなんで、はい、なんかちょっと緊張しますよね。そうですよ、でもやっぱり、はい、このショーのいいところなんですよね、この緊張感。うん、もうなんか
そのコレクション以上に緊張するものってないかなっていうぐらい、だってこれ作るために私たち本当に2ヶ月とか2人きりで作ってるわけじゃないですか、はいはい、だけどショー自体は十何分なんですよ、はい、だからもうここでダメだったら本当にこの今までの2ヶ月とかがいっぺんでダメになっちゃうの人だから、思わぬことがいろいろ多くて、あ、そうですか、このラーメンがブルーだったっていうのがすごい今あ影響しちゃってて、はいはいはい、そうなんですか、全部リフレクションでブルーがリフレクションしてるので、はい、あ、見え方が色が変わる、肌色とか、はいはいはい、までに今ちょっと影響が、あ、それでさっき色をやってたんですか、そうなんです、あ、白の色がちょっと変わっちゃったんで、やってみないと分かんないですね、やってみないと分かんないことあるんですね、大体だってラーメン青くしませんもんね、そうですよね、白とか黒とか、ね、すいません、太陽さん、忙しいところ、ありがとうございます、楽しみにしております、じゃあ、ゆっくりご覧ください、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、なんかいいね、この感じがでもなんか緊張感というか穏やかだね、そうですね、今すごくね、なんか非常になんかこうリハまではみんなちょっとピンとしてるけど、うん、ライブリハが終わって、もう本番を迎えるのみみたいな感じで、おのおのが皆さんも和やかな雰囲気というかね、穏やかな、ね。じゃあ我々ももう少しで始まるから正式に正式に入りましょうか。正式に入場しようか。はい。始まる。始まります。静けさ、いやすごかったね、すごかったですね、すごかった、本当にこう音楽もだいぶ来た後みたいな爽快 感じで、終わった後ももう、ね、よかった、ね、ちょっと疲れたね一日回し続けたかな、そうですね、タイアシダのオフィシャルなのか何かしらでアーカイブで見れると思いますので、ぜひ皆さん見てみてください。大さんも今日ありがとうございました、はい、ありがとうございました、遅くまでありがとうございました。ありがとうございました。また。よいしょ。